このそば。頼む！ここに魔法使いとアークプリーストが来たと思うんだが。まあ、この人イリス教のお守り持ってる。出てけ、出てけ！こら！人に石をぶつけちゃダメだろ！逃げろ！大丈夫だったか、ダクネス。カズマ、この町は女子供に至るまでいろいろとレベルが高いな。エリス教のお守りを持ってるから狙われるんだ。見えないところにちゃんとしまっておけ。断る！カズマ、ダクネス、助けに来てくれたのですか？ああ、アクシズ教徒怖い。アクシズ教徒にトラウマを植え付けられたようだな。それよりもアクアはどこに？ようこそ迷える子羊よ。さあ、あなたの罪を打ち明けなさい。神はそれを聞き、きっと許しを与えてくれるでしょう。こいつノリノリだ。子羊じゃない、俺だよ俺。この町どうなってんだ。お前の信者を何とかしろよ。なるほど、オレオレ詐欺を働いたと。深く深く反省しなさい。さすれば慈悲深き女神アクア様は許しを与えてくれるでしょう。何すっとぼけたこと言ってんだ。あれか、アークプリストっぽいことができて嬉しいのか。こっちはお前の信者のせいでいろいろ大変なんだよ。連中をもうちょっと自重させろよ。自重なんてそんなことさせられるわけないでしょ。神にとって信者数と信仰心はとても大事なことなのよ。それがそのまま神の力になるんだから。私の信者たちは数こそ少ないけれど、それはもう強い信仰を抱いてくれてるわ。その可愛い信者たちを守るのもこの私の仕事なの。こいつがそうやって甘やかすからアクシズ教徒の評判はどんどん落ちていくんだな。ふう、早く早く帰りましょう。メグミンは帰りたがってるぞ。どうするんだ。私はもう少し信者たちの懺悔を聞いていくわ。それも私の役目だから。このそば。ただいま。あ、おかえりなさい。さっきより元気そうだな。もう大丈夫なのか。はい、お風呂いただいてすっかり回復しました。それはよかった。混浴のお風呂とても広くて貸し切りみたいでしたよ。え、混浴って、混浴って。それで観光の方はどうでした。アクシズ教徒怖いです。私は明日も観光しようかな。エリス教の首飾りを持っているとなかなかに刺激的な街だ。ダークネス、まあいい、好きにしてくれ。俺は風呂に入ってくるから。入ってくるから。聞こえましたよ。どうぞごゆっくり。あ、俺は早く行け。このスバ。あら、素敵な温泉じゃない。ちょっと入っていこうかしら。昼間からいいご身分じゃねえか。私は湯治が目的だしね。あなたは随分疲れているようだけど。ここは魔境だよ。いろいろ大変みたいね。ねえ、ところで。温泉に入ろうとしたら、あの人がやたらと見てくるんだけど。そこのあなた、あまりガン見されるとさすがに恥ずかしいのだけれど。お構いなく。そうね、混浴風呂だものね。それじゃあ入るのはまた今度かしら。
恥ずかしがり屋なお姉さんだ。町の観光でもしてこようかしら。案内してくれる？無理だ。ここは魔境だと言っただろう。人が下手に出ていれば、やれ入信だやれ勧誘だ、なんだかんだなんだかんだ言いやがって、くそあの人もだいぶやられてるな。こんな町、こんな町。まあ気持ちはわかるけど、婚欲も誰も入ってこないし、俺も帰りたくなってきたな。この芝メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この芝今日は一体どれだけの人に迷惑かけてきたんだよ。迷惑って何よ。どうして私が悪いことしたって決めつけるのよ。それがアクア様がアクシズ教本部の秘湯に入ったら、温泉がただのお湯になってしまったらしく、それで追い出されたのよ。どうして私を崇めてる教会から追い出されなくちゃならないの。女神なのに、私女神なのに。そういえばこいつ、紅茶をお湯に浄化してたな。そうだわ、私が女神らしく問題を解決してみんなに認めさせればいいのよ。問題って、そう都合よく問題は起きないと思いますけど。そんなことないわ。管理人のおじさんが言ってたもの、最近温泉の質が悪くなってるって。我が教団を危険視した魔王軍が真っ向勝負では勝てないと踏んで、温泉という大切な財源を奪いに来たんじゃないかしら。魔王軍って、それはちょっと無理があるだろう。考えすぎだって。私はこの町を守るために立ち上がるわ。人の話全然聞かないな。このスバ、悪魔倒すべし、魔王しばくべし。我が親愛なるアクシズ教徒たちよ、この町では現在魔王軍による破壊活動が行われています。この町の温泉に毒が混ぜられています。すでに多くの温泉で破壊工作が行われていたことを確認しました。さっきそこの温泉に入ってきたけど、何ともなかったですよ。それはこの私が温泉の毒を次々と浄化して回ったからです。あいつ、朝から温泉巡りしてたのか。でもまだ安心はできません。そこで皆さんにお願いがあります。この事件が解決するまでは温泉に入らないでほしいのです。ここは温泉街だよ、プリストの姉ちゃん。温泉を禁止されたらこの町が干上がっちまうよ。だいたい何の目的で魔王軍が。それはこの町の観光資源である温泉を使えなくし、アクシズ教団の収入源を潰すためです。魔王軍はあなた方アクシズ教徒を恐れているのです。さあ、敬愛なるアクシズ教徒の皆さん。こんなところにいやがった。そいつは町中の温泉をお湯に変えるっていう、たちの悪い嫌がらせをする女だ。チョコ、みんな捕まえてくれ。やっぱりか、おかしいと思ったんだ。新手の詐欺ね。何を企んでるの。私たちこんなに世の中良くしようとしてるのに。違うの、これにはちゃんとした訳があるの。アクアの言うことを誰も信じてないですね。アクア様がそろそろ泣きそうになっていますよ。
捕まえてスマキだ、スマキにしろ。ああもう、ならこの私の正体を明かします。お集まりの敬虔なるアクシズ教徒よ。私の名はアクア、あなたたちが崇める存在、水の女神アクアよ。アクア様。そう、あなたたちを助けるために私自らこうして。ふざけるな。え、青い髪と瞳だからってアクア様を語るだなんて罰が当たるわよ。こんな嘘つき。スマキにして湖に放り込んでやれ。水の女神のアクア様なら湖に放り込まれても問題ないだろう。さてはお前、本当はこの温泉街を破綻させるためにやってきた魔王軍の手先だろう。本当だから、私本当に神様ですから。公衆の面前で罵られて、アクアのやつ楽しそうだな。そう思うのはお前だけだ。カヤシバ、マリオ、私どうして信者の子たちに石投げられなきゃいけないの。アクア様、どうか落ち着いてください。でないと私、興奮したアクア様の神器に当てられて。だったらシュワシュワを用意して。お前実はそんなに気にしてないだろう。一生懸命なのはわかりますが、自分を神様というのはさすがに。でもあんな汚染された温泉に入ったら病気になっちゃう。このままだと私の可愛い信者たちが。悪魔倒すべし、魔王しばくべし。お、悪魔倒すべし、魔王しばくべし。うわあ、見ろよ、窓の外にアクシズ教徒たちが。宿を完全に包囲しているな。これは一体。うちの子たちが私の話を信じて来てくれたのかしら。いたぞ、あの部屋だ。窓からこっちを覗いているぞ。女神の名を語る魔女め、許す魔人。魔女狩りだ。魔女狩り、やばい、みんな逃げろ。クルシュバー。